はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。私たちですね、ついにカヤックフィッシングを始めようと思います。はい、イエーイ。もう結構 2,3 年前かな、っていうぐらい前からですね、カヤックにすごく、興味があって、もともとゴムボートとかね、そういうので興味を持って、それからカヤックに興味を持ち始めたんですよ。でずっとこれまでいろいろ見ててですね、僕が好きなスタイルのカヤックがあって、長崎を拠点に、されている JB カヤックっていう、やばいカヤックがあるんですよ。もう釣りのために特化して、安定性だったり、あと悪天候の時の走破性だったり、結構いろいろね、カヤックやっぱり見るとね、そのカヤックが抜きに出てるっていうのが分かるんですよね。素人ながらに、で実際それに乗られてる、マンデーアングラーさんっていう YouTuber さん、よく僕見るんですけど、ご飯食べながら家族でよく見るんですけどね。そうです、そうです。でその方の、見ながら、いいないいなということで、ずっと見てて、でこの間ですね、インスタグラムの DM で、その何だろう、オーナーさんっていうかな、それ作られてる方に直接連絡を取って、いくらぐらいするんですかとかね、ちょっとお尋ねしたところだったんですよ。そしてその後にですね、ちょっとした事件が、僕的にですね、起きまして、車に乗るそのカヤックの長さですね、っていうのを見落としてたんですよね。で実際僕軽トラでカヤックに行くスタイルになると思うんですよ。で常にね、ハードカーゴキャリアの方も乗せたわけなんですけど、その軽トラに車載できるカヤックの長さは、軽トラに対して 1.1 倍、だから軽トラが3メーター40ぐらいなんで、 3.7 メーターぐらいのものしか乗せれないんですよ。でそこら辺一応警察署の方に連絡をして、3メーター40センチだったら、だいたい34センチじゃん、1.1 倍、0.1 倍だったら34センチになるんだけど、後ろに34センチ、前に34センチ出てもいいのかって聞いたんですよね。それだったらさ、もうちょっとその長いカヤック乗せれるじゃん、そうだね、トータルで60センチぐらい、うん、でもしかしたらいけるんじゃないかなと思って確認したら、いやそれはダメですって、やっぱり 1.1 倍、だから、軽トラの長さに対して 0.1 倍のものしか乗せれませんよっていうことだったんで、約ね、3.7 メーターぐらいのものしか、その車によって違うんですけどね、うちの場合は 3.7 メーターぐらいのカヤックしか乗せれないということが判明してですね、非常にショックを受けたわけなんですよ。で今までもうずっと JB カヤックでもうね、いろんな想像をしてて、これに乗ったらこれを買おうとかさ、だったもんね。そうそうそう、想像してたわけなんですけど、それがもうね、今回叶わないということで、ちょっともうそれはもうちょっと先の夢として、もう先送りしようと思ってて、で今回はですね、その軽トラの長さに合った、カヤックを見つけて、そちらを今回予約してます。それがね、ターポンという、ターポン120っていうカヤックになるんですけど、それがもうジャストフィットなんですよね。軽トラより1センチ長いぐらいだったかな、確か。1センチぐらいだったらね、軽トラにまっすぐ積むんじゃなくて若干斜めに乗せれば、1センチぐらいだったら多分変わるからさ、収まるはずだから、それで、長さの方は大丈夫だと思うんですけど、もうね、いろいろね、吸ったもんだかったんですよね。そうなんですよね。ターポン120は、モンベルがね、輸入するカヤックで、外国からね、モンベル経由でなんか入ってくるらしいんですよ。で、一つの、そのカヤックが、約15万ぐらい。だったよね。そこそこするんですけど、JB カヤックはね、1台約35万ぐらいなんですよ。だからもうカヤックの中でもハイエンドになるんですよね。だけどその例えば会場でさ、自分の命を預けるんだったらさ、やっぱりね、走破性っていうか、あのカヤックの魅力はめちゃくちゃでかいのよね。その35万払っても、全然いいかなっていうぐらい、そしてその、長く乗るわけじゃん、
でそこでさ、やっぱりその悪天候とか急に天候が変わった時の、うん、そのやっぱり走破性と安定性っていうのはね、うん、もうお金に換えれないと思うんですよね、うん、まあ、買えないんですけど今回はそうそう買えないんですけど、まあ、だけど、まあ、そこはね僕は諦めません、うん、なのよね、総合的には見た時には本当にその金額うぬんじゃなくて、うん、やっぱりね一番安全性を取らないといけないんだけど、うん、だからめっちゃだからさ、その後もさ、うん、どうしようって言って一回車をみたいなことを言い出したからねよいよいよいよって感じでしょなのよなんか車だったら、うん、あのその JB 火薬が、うん、あの4メーター85センチだったかな、うん、でだからざっくり計算すると4メーター40センチ、うん、ぐらいの車だったら、うん、まあ行けるのよね、うん、そう、だからまあでもキャラバンとかハイエースだったら多分余裕で乗ります、乗るよね、うん、だからそこら辺も買うんだったらもう考えて外、うん、車から選ばないといけないっていう話なんですけど、うん、まあ、今回はね一応まあターポンということ で、うん、でそれで、その火薬のノウハウをね、うん、とりあえず勉強しようかなと、うん、まあ、朝場から練習をして、うん、まあ、火薬自体も短いので、うん、やっぱ沖に出るってなるとちょっと怖いんですよね、うんうんうん、まあ、だからそこら辺でいっぱい練習して、うん、まあ、回数を重ねて、うん、まあ、経験値を上げていきながら ね、 徐々にね、また、そうそうそう、次 の、まあ、そのハイエンドに向けて、うん、はい、まあ、やっていこうかなというところで、うんうん、で一応、まあ、僕全然初心者なんですけど、うん、まあ、今回その火薬をねもう購入するにあたって、うん、まあ、やっぱりね、乗り方だったりとか、うん、まあ、ポドリング の、 あのやり方だったり、うん、まあ、いろんな知らないことがたくさんあるんですよ、うん、まあ、自分的にはそれなりに YouTube とか、まあ、ブログとかで調べたつもりではいるんですけど、うん、やっぱり不安が残るので、うん、その会場のことはもう全部自分にさ、うん、自分の判断に委ねられるわけでしょ、うん、そうだね、波とか風とかさ、うん、そういうのも全部含めて、うん、まあ、そこら辺の知識ももうちょっとね取り入れた方がいいかなということで、うん、まあ、樽水の方にですね、はい、マリンパーク樽水っていうところで、うん、講習会をしてるっていうのを、はい、まあ、前回樽水の道の駅に行った時に伺いして、うんうん、で話を聞いてたんで、うん、まあ、ぜひね、やりましょうということで、うん、お願いしますということで今回行ってきました、はい、まあ、その中でですね、まあ、最上程とか、うん、まあ、基本的なことから、うん、まあ、その応用的なことまで、まあ、いろいろそれなりに網羅するような感じで、うん、まあ、1時間半ぐらいですね、うん、まあ、講習を受けてきたので、はい、まあ、ざっくりとね、うん、ちょっとその様子をご覧ください、はい、どうぞどうぞ。それではどうだったでしょうか。逆にどうだった。逆にね、うん、やっぱりね全然想像してたのと違いますよ、うん、あれはね違う、想像できない、想像できない、うん、難しかった、難しかった、難しかったですね。その まず、うん、まずっていうかまずですね、うん、あれ最上点、うんうんうん、まあ、火薬フィッシングをするので、まあ、一番ネックになってくるのが最上手できるかできないかだと思うんですよね、うん、でそこら辺は動画で見てました、うん、いっぱい見て、うん、まあ、大体イメージはしてたんですけど、うん、イメージの5倍難しかった。あ、そうなんだ、うん、まず火薬の後ろから乗るスタイルのものなんですけど、うん、もうね、なんていうのかな、前が火薬がこう上がってくるから、うん、なんかこう崖を登ってる感じ、崖を登ってる感じで、
本当に力んだ瞬間こう体をずるってこう動かしながらさ、うん、行くような、うんまあ、結構きつかったです、うんうんうん、で、まあ、それをやって、まあ、それなりにまあ息が切れたんですけど、うんまあ、大変だったんですよ、うん、我々でね、うん、で、まあ、OK ですっていうことで、うんまあ、その先生にね講習の先生に、うん、あの横から乗るのもやってみていいですかって言って、うんうんまあ、横からも挑戦したんですよ、うん、横からも結構ね難しくて、うん、本当思ってたのの5倍も難しかった。あそうなんだ、うん、まずその火薬 の, あのヘチにこう捕まってね、うん、もう片方奥の方に、ま、手を置いて、うん、一旦まあなんていうのか胸半分近くぐらいまで、ま、上がるんですよね、うん、それがねこの火薬のヘチにも捕まった時点で足が火薬の下にこう入り込むんですよ、うんうんうん、足がこう後ろに行ってるとさ、うんまあ、そのままこう火薬の中に引きずればいいなって思ってたんだけど、うんうん、やっぱねあのこの捕まった時点で体が中に入ろうするから、うん、まずその体をね後ろにやろうってするので、うん、ちょっと大変あそうか、うん、それを保とうとするのはね、うん、でまあそれから一気にねあのずって、まあ、上がって、うんまあ、今回あの力が僕結構余ってて、うん、一気にもうガッていった先生がもう笑ってたんですけどもう一気に来ましたねみたいな感じで、うんうん、でまあ難なく行けたんですけど、うんまあ、やっぱり想像してるのとね全然違うくて、まあ、やってみるのとね、うん、あの想像するのと、まあ、見るのとでは全然違うなっていうのは体感しましたね、うん、じゃあやってよかったってことだよね、うん、やってよかったでその時練習で使ったのもカーボン120なんですよ、うん、ああそうなんだね、うん、僕がまあ購入しようと思って予約しているものとも同じモデルの色違いですね、うん、になるから、うんまあ、今回別であれよライフジャケットを僕も購入してて、うん、で、まあ、それをつけた状態でもう自分のねその海に行く、うん、海に出るスタイルで最上点の練習しないといけないってやっぱり思ってるんで、うん、思ってるんですよね、うん、だからまた火薬が来たら、うんまあ、自分の装備でもう一回練習をしようかなってまあ思ってるんですよ、うんうんうん、なんで2回言ったのでもそれはさ本当何回もやらないとさそうそう海に本格的に出るまでにはさ、うん、何回か準備をしてからじゃないとやっぱ怖いよね、うん、そうだからやっぱりそういう練習はさ、うん、トラブルシューティングっていうか、うんまあ、会場で何があるか分かんないし、うんまあ、どういうことが起こるか分かんない、うん、まあ一緒か、うんなんでだから毎年ね練習はやった方がいいんじゃないかなと思う、うん、そうだよね、うん、あのシーズンが始まる前はね、うん、あと動画の人たちも言ってたんだけど、うん、寄ったね寄ったあ寄ったのそうね、うん、あそれと、まあ、その最上手もなんですけど、うん、もうパドリングがまず結構できなくて、うん、あのちょろいだろうと思ったの、うん、ただこうやるだけだから、うん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 、意外に難しくて、うん、思った方向に行かないんですよ、うんで水面を見ながらこうやってるっていうのもあったんだけど、うん、めっちゃ言いましたたったあの1時間ちょっとでさいや1時間なかったよ30分ぐらいだったあそっか、うん、そっか全部で合わせて1時間半ぐらいだったもんね、うんうん、だったよねそうやったって言いながら、うん、まあ最初シットインのあのじゃあシットオンのあの全部密閉されてるタイプのカヤックと、うん、あと中に入る人間が中に入るタイプのシットインのと2パターン乗ったんだけど、まあ、2種類早かったでしょ、うん、乗ったんだけどやっぱりそれぞれやっぱ色っていうのが違うんですよね、うんうんうん、まあそれもあってねまあいろいろ勉強になりました、はい、パドリングも最上手も含めて、うんまあ、自分は酔いやすいんだなっていうのを含めてね、うんうん、まあ行く時は酔い止めをね、うん、飲んでいく必ずね、うん、ということで今回講習に行ったことで皆さんにもねそうぜひそのカヤックをしたいとかこれからしようかなって思ってる人は、うん、必ずああいう講習を受けることを強くお勧めします、うん、ですね、うん、私は乗ってないけどねまあでも早く来たら乗るでしょ、いや乗らないわ多分怖いもん私テンパるんだって本当にまあ私何度も乗るでしょって言うんだけど、うん、私あの急なそういうトラブルにすごくあの冷静に対応できない人なんで、うん、自分でそれを分かってるから、うん、ちょっと怖いかな、まあ、その浅場でバチャ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 するぐらいにはいいけど、うん、あ海でねそうへーってなるもんねえーってはなんないけどそれ長女じゃんまあちょっとあの緩い感じでお話ししたんですけど、う
まあ、あとですね、今回、まあ、カヤックフィッシングをするにあたってですね、うん、いろいろ釣り道具も買ったんですよ、うん、まあ、それを準備っていうかですね、うん、でそこら辺はどうしよう。そこら辺はサブチャンであげます、うん、まあ、こんなものだったり見せんの、もう見せんのサブチャンで言う必要なくな、チラリズムこんなものだったりまあ、いろいろ買ったんですよ、うん、あと、まあ、ライフジャケットとか、うん、あとパドルとかね、うん、いろいろ、まあ、購入してあるので、うん、まあ、そこら辺もですね、ちょっとサブチャンの方で、はい、まあ、ざっくりと緩くお届けしようかなと思います、はいはい、ぜひサブチャンの方もお願いします、はい、ということでですね、うん、まあ、カヤックについていろいろおしゃべりしたわけなんですけども、はい、まあ、今後ですね、うん、そのカヤックフィッシングだけとかじゃなくて、うんうん、そのキャンプをしながら、まあ、カヤックとか、うん、まあ、釣った魚でね、うん、キャンプをしながらなんか料理できたら面白いなとか、うん、まあ、そういうのもいろいろ考えてありますので、はい、まあ夏場、うん、このちょっと暑い、うん、このサマーのね、うん、このキャンプ動画またちょっと違った感じでね、はい、お楽しみいただけるのではないでしょうか、はい、と思ってます、はいはい、ということで、まあ、今回の動画がですね、よかったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いいよ。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。